山根明は日本のボクシング指導者。2011年から日本ボクシング連盟会長を務め、2012年には終身会長となったが2018年に辞任した。出生時の本名は文孔名。週刊ポストによる本人へのインタビューでは、堺市で生まれ、5歳で母親の故郷の富山市に渡った後、10歳で密入国して日本に渡った。 初体験は13歳、27歳まで無国籍者であったという。1980年4月、日本国籍を取得。アマチュアボクシング不毛の地と言われた奈良県を、ボクシング王国と呼ばれるまでに引き上げ、同県出身の辻元和正などの五輪代表選手を育成した。大阪商業大学ボクシング部ヘッドコーチ、大阪経済大学ボクシング部監督、2000年、 シドニーオリンピックの日本選手団ボクシング競技監督を歴任した。1991年日本ボクシング連盟理事、1995年から2002年、世界アマチュアボクシング連盟上無理事、2010年日本ボクシング連盟副会長を経て、2011年2月、会長に就任。2012年10月、理事会全員一致で、就寝会長となった。 二千十三年には村田良太のプロ転校に際し、転校には連盟の承認を必要とすることや、所属することになるジムに遺跡金を連盟に支払わせるルールを明確化させ、物議を醸した。学校法人日本大学第十二代理事長、田中英樹と親交があり、二千十一年頃から日本大学桜門ボクシ会常任顧問を務め、二千十八年四月日本。 大学客員教授に就任した。勇敢富士の取材で暴力団の元組長に約58年前に俺の射程屋と言われて進行を続けたことを認めた。2018年6月19日、都道府県連盟有志による日本ボクシングを再興する会が山根に対する大会要求者への賛同を募っていることが明らかとなった。7月27日、 都道府県連盟関係者、大学ボクシング部や、全国高等学校体育連盟の関係者、元オリンピック代表選手など333人から、告発を受け、アスリート助成金の不正流用の強さを及び隠蔽、試合用グローブ等の不透明な独占販売、公式試合における組織的な審判不正、山根会長の暴行疑惑など13項目を指摘した告発状が、 日本オリンピック委員会、日本スポーツ協会、文部科学省、スポーツ庁、日本スポーツ振興センターなどに送付された。この中には、奈良判定と呼ばれる奈良県出身者に有利になる不正なジャージがあり、試合に介入した疑惑も取り沙汰された。7月30日、ボクシング連盟は公式ウェブサイトに、事実と異なる部分が多くあるなどとする反論文を掲載した。 しかしこの反論でも事態は沈静化せず、地方ボクシング連盟支部からも辞任を求める声が上がった。2018年8月8日、日本ボクシング連盟の会長及び理事を辞任することを表明し、8月15日には同連盟参加の関西ボクシング連盟と奈良県ボクシング連盟の役職からも退くことを表明した。山根は疑惑について認めていない。 日本ボクシングを再考する会は、同日山根除名と、前理事会人を要求した。奈良判定はこの年のユーキャン新流行語大賞の最終候補30の一つにノミネートされ、山根は不快感を示している。最終的には、トップ10の一つに入選している。2018年12月15日、日本ボクシング連盟は、山根及び息子の山根少主元理事などを、 除名処分とする方針を決め、2019年2月の総会で正式に承認された。2018年末以降は、テレビのバラエティ番組に多数出演している。2019年2月10日、日本ボクシング連盟は、都内の総会で、審判の不正や助成金の流用などの問題で、山根明ら当時の幹部3人を除名すると正式に決定。これで、山根は、 各都道府県連盟にも復帰できなくなり、事実上の永久追放が確定した。2019年9月3日、プロボクシング新団体、ワールド山根ボクシングチャンピオンシップ設立を発表。9月29日、京都 KBS ホールにて初興行を開催し、WSCS、WNFC 両プロ格闘技連盟による、グラップリング、キックボクシング、 ボクシングの各試合を組み合わせた工業としてメインイベントで WSCS ヘビー級王者高橋智也が WNFC 同級王者ダニエル・ハットに勝利し YBC 世界ヘビー級の初代王者に認定した。ありがとうございます。